いやマジか。でもモンスター捕まえてきたぞ。どんな感じになった？なんか意外と検査会合出てたりしない？ A ランク。うわ、え、ゲルミック将軍出てきたんだよ。おー、マジ？ゴーレムもいるんだけど。そう、なんかちょっと裏でね、適当に合成しといたんだよな。多分野生のやつじゃ上のランクに行けないんだろうなと思って適当に混ぜといたんだけど、それが特殊、ゲルニック将軍、懐かしい。これないんだよな。せっかくだし作るか、これ。へえ、めっちゃ魔法って感じだね。スキルは、とりあえず MP アップ振っとく。ジゴデインか。ちょっと待って、これ何覚えるか見よう。賢者。なんだこれ。ボミオ、セフィナトール、ピオニウム。はぁ、え、これ結構いいね。強化系か。そしたら、覚えるなら、賢者、MP アップ、暴風にするか。賢者、MP アップ、暴風。よし、いけー。おほほほ、怖。こうやって見ると怖いな、ゲルニック将軍。そしたら、もうこいつ、さすがにリンタロー眠らねえから、これ変えてニャーゴンに。これで負けたら、一回配合とか進めてみよう。これで負けたら、もうこれ多分俺の全力だから。全力尽くして負けたらまだ考えようか。ゲルニック将軍とか連れてきたいけど、まだレベル1だから。それも、まあ、これ負けたら、負けたら考えよう。オッケー。とりあえず全力で挑んでくるわ。いやー、どうなんだろうこれ。究極進化の前からスタートだから、それにより難易度結構変わるよな。どちら？進化後じゃねこれ。来るのを待っていた。あ、やっぱそうか。幾度倒されようとも、お前は世に挑むしかない運命なのだ。まあでも一回なら勝てるぞ、さすがに。かかってこいよ。よし、本気でいくぜ。これガチで本気だから。これは毒のやつだな。これがやばいよな、黒く輝くの。てイオグランで、動け。ナイス。2ターン行動。3ターン動け。ナーイスこれなんだよな、うちのエースは。はい、セラピー、ナイス。プレッシャーかからない。いいよ。強っ！やっぱ強えわ、こいつ。はい、暴走していく。闇の波動、これ強えんだよな。かかんな。うわぁ、全員かかっちゃった。ジゴスパーク、懐かしい。ナイス、ベホマズン。これ弱いから助かるんだよな。動け。あんまダメージ変わんなくね？いいね。これ負けないだろ。あ、これはやばい。バーストやばい、バーストやばい。はい、バーストやばい。プレッシャーかからない。ナイス、回線。勝った。やばい。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい。やばい。バーストガチでやばくないか。今700食らってなかったなって、マジでやばいぞ。硬いし絶対。うわー、これはやばいな。いってー。あ、まあこれはまだ暴走していいわ。アビスハンド初めて見る技。
さあ、お前そんなことしなくて、なんか生き返った。でもああ死んでいく自分は、命のリレー。え、強すぎ。バーストちょっとレベル違えな。バーストだったからとはいえ強かったな。じゃあ強いモンスター作るか。作っちゃっていいのか、おい。そしたら前言ってたと思うんだけど、ちょっと強いモンスター作れる手順が揃っててね。このキングジョーカー、そしてハニトラ、クイーンスライムとビッグモモンジャと、どれだ、こいつダックスビル、この4体を混ぜるとなんととんでもないモンスターができるらしい。とりあえずこれはクイーンスライムにしとくか。4体配合っつって、でかこのキングジョーカー。その配合したもの同士を配合させると特殊配合ができる配合があるんだよね。それを今やっていくわ。で次がこのビッグモモンジャとダックスビル混ぜてビッグモモンジャにしていくか。さすがに、よし、じゃあ一旦育ててくるか。お、卵スポットに行けるな、これ。邪魔や、お前。俺はお前に興味ないんだ。この卵にしか興味がないんだー。来たー。お、ホウオウ、いくつだ、ランク A だ。あ、 L じゃねえかよ、お前。 MP アップ3持ってる。なんだこれ、神秘とかいう、すご、全部の回復のスキル覚えんじゃないのこれ、すごい。いたー、ようやく見つけたぞ、お前この野郎。おら、2体来た。 L サイズなんだけど、 L サイズだと経験値変わったりする。とりあえずお前は回し入れしとけ。いいの別にないよな。オッケー、ナイス。うわ、倒しきれないか。頼む、逃げないでくれ。ナイス、ゆるサイズ逃げなかったのでかすぎこれ。オッケー。145万だよなこれ。あれやー、マジでガチガチか。でこれ L サイズだからでかい、絶対あるよな。だって前20何万だとかじゃなかった一体。え、待って。待ってくれよ。止まってほしかったわ、逆に。待って。これいいのか、逆に、もう。壊れちゃうわ、ステータス。とりあえず、まあ、一体枯れたし、もうだって、60レベルになっちゃったもんな。一旦帰ります。はい。いや、これでね、さっきの混ぜた2体、配合で混ぜた2体を組み合わせることによって、この検索配合の中に、まずね、できてると思うんだ。とんでもないモンスターが。はい、来た！桃色キング !S ランク登場です、ついに。俺のゲームに。いや、来ちゃったね。そう、この2人混ぜるとね、桃色キングになるんですよ。いやー。ついに S まで来ちゃった、ストーリー上で。おっしゃー。深部。これはいらないっしょ。いや、マジでね、スキルは、この持ってるやつで優秀すぎるから、いいと思うんだけどな。
ワンチャン賢さアップか。いやでもな、極円捨てるのもったいないか。いやどうしよう。この2つは確定だろ。いや一応持っとくか。うん、いや、うん、いい、極円でいいや。迷う、強ステータス。よし、行くぜ。初めての S ランク。うえー、かわいい。で、ちなみになんだけど、こいつは詐欺師の血を継いでるんだよね。すごくね。詐欺師が一番最初に、毎回、上位ランクに食い込んでる気がするわ。でもね、ネタがないから、大詐欺師にするわ。前回、ハニトラよく生み出したと思うよ、俺は。そして、ホエールロードができるわ。これも作っちゃっていいんだな。ちなみに、このホエールロードも、また、1段階目です。いいでしょ?ワクワクするだろ?ガチで楽しいよな、配合って。あとちょっと、あるモンスターを作りたいから、このマッツォを混ぜて、サタンメールにしとくわ。ちょっとね、マジある、おもろいモンスターができそうなんだよな。いい感じに。ちょ、待っといて、マジで。よし、そしたら、ちょっとね、裏でね、ちょこちょこ配合したり、まあ、レベルアップしたいね。で、これで、多分、検索配合にね、見たことないやつ出てくると思うんだよな、今まで。行くぞ。おぉ、いいね、いいね、いいね。ほら、ほら、やっぱね、いっぱい出てくるわ。で、これ、まあ、この後ろの方のやつはね、まあ、見たことあるやつもいるだろうけど、この辺3体は、今まで1回もこの検索配合に出てこなかったやつ。見て、この S だぜ、S。これはさっき育ててきたホエールロードと、あの卵で出てたローズバトラーを混ぜてできるらしいわ。で、捨て的にこいつは賢さに振った方がいいな。で、あ、特性が光のこと光ブレイク台。光系か。ちなみに何、スキルどんなんじゃないか。ゴッドブレス。煉獄火炎だけ覚えないみたいな感じ?なんか、中途半端だな。あ、でもあれか、光の息が光ブレイクとか光のコツだっけに反映されるか。そっか。そしたら、とりあえず魔法覚えてる豪華にすっか。ドルモアまでしか覚えないけど、一旦豪華入れといて、で、HP アップするは入れるでしょ。で、まあ、ゴッドブレスか光生かすなら。一旦ね、一旦これにしよう。え、賢さ高お前。初期ステーエグいな。200超えたの初めてじゃないか。ういえー。そして次、このネンガル。これもね、裏で合成させたサタンメールとダンビュラムーチョ。これ混ぜるとできるらしい。ネンガルもまだね、これまだ第一段階なんだよね、実はね。これもね、ターミネーター。なんだこれは。で、ターミネーター。なんだこれは。ドラゴン切りしたよね。おー、なるほどね。結構あれか。種族切りみたいなのを覚えるな。でも、この聖なる吹雪とか賢さアップ4を、多分ね、最後俺がその狙ってる合成先的に生きるんだよな。このスキルが。だからこの2つは絶対入れて、まあ、ネンガルのステータス的にはね、攻撃を、が伸ばしたい感じになるだろうけど、まあ、しゃあないね。まだ配合のこの合成の素材なんだから。お前は文句を言うんじゃねえぞ。もう一個は、どうしよっかな。いやもうなんなら賢さアップ3でもいいぜ。もうこの、ここで賢さ落ちるのを防ぐためにな。それでいいんじゃね?いいね。捨て高っ。いいね。かっこいいな、こいつ。いや、どんどん行くぞ。で、次、パンドラボックス。はい、来た。このミミックとこの裏で育ててるデスホール。これを混ぜていく。適当にとりあえず MP アップ入れとくか。まあ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 。まあ、いいスキルないし、もう適当にじゃない。上から3ついいや。
うい。まあこれは配合の素材なんでね。どんどん行くぜ。で、あとは作らなきゃいけないのが、ゴーレムはまず作らなきゃいけない。ストーンマンとスノー、ん?スノーホムンクル。スノーホムンクルスだよな、本名は。ホムンクルスって聞くとマジでな、鋼の錬金術師を思い出すよな。ロックスター、攻撃アップ2で、いやもうもはやこれね、ガチで素材だから、覚えなくていいと思うんだよね、俺技を。こいつらは。だから、捨て上げしとこうぜ、こうやって。これでいいんだよ。いいねそして、タイムマスター。この辺もね、素材で必要になってきます。タイムマスター、ピサロナイト、ヘルコンドル、嘆きのボール、ドラゴン、死神貴族もかな?じゃあ、とりあえず死神貴族からいくか。まあ、適当で。はい、次、タイムマスター。これ、一つ目ピエロとネクロバルサでできます。いや、この辺のメンツ見て分かる人には分かってくるんじゃないか?作るモンスターが、だんだん。はい、次。で、ピサロナイト。これ、ボーンナイトとサマヨ鎧でできるらしい。パーシバルだな、こいつは。てか、ピサロナイトめっちゃ落ちたね。ランク。S だったのにな、俺が最初見た時の。ジョーカーの無印は。こいつからデスピサロ作ってたからね。ピサロナイトのビジュアル好きなんだよな。なんか綺麗な緑してて。そしたらこれ次、嘆き登り行きます。これ卵で出たピサロの手先と死の奴隷混ぜるとできるらしい。あれ、ムジャラーだっけ、こいつ。いいね。嘆きの亡霊も相当ランク下がったよな。そして次。はい、ドラゴン作ります。ドラゴン。あれ、L サイズだ、こいつ、ドラゴン。よく見たら。このドラゴンキッズとグリズリーを混ぜることで、できますと。素材なんで L でも L、S でも、どっちでもいいっす、正直。はい。いや、いいね、ドラゴン。てかあれだな、そろそろでかいモンスターとかも捕まえに来てな、いっちゃん最初のあのサイクロプスとかさ、絶対そろそろ捕まえられるだろう。一旦配合はこんなもんかな。で、これで今あの配合してたらもう一回育てて、もう一回配合しに来るわ。もう配合祭りと行こうぜ。いやもうね、正直ね、多分ね、能力的にね、勝てるようになっちゃったと思うんだよな。メタルキングを倒しすぎて、こうなってしまったんだよ、俺らの能力は。見てこいつの HP、1120なんだけど。普通にこいつもやばいしね、攻撃力717とかいう。とんでも火力。まあまあ、でもまあ、せっかくね、ラスボス破れたし、ちょっと遊んでいこうや。そしたら、ちょっとなんか、ドラゴンがもう一体必要なのね。で、この最初の方にさ、でけえドラゴンいたやん。こいつをさ、スカウトできるのかちょっと試していこうぜ。今だったらさすがにゼロじゃないんじゃないかと思ってんだけど。一旦即スカウト行ってもいい?どれぐらい行くかな?今だ!いやいや、今でもこんななのか。行けちゃった。共に行くぞ。一発なんだよね。いや、でも、初期の方のやつでも、でかいモンスター相当厳しいってことが分かったな、これで。よし、そしたらまた一旦戻ってきたぞ。これを繰り返していくのかな、モンスターズだからな。で、検索配合何が出る?はい、ダースドラゴン出ていく。あの、死神の騎士、クリーマルは、そしたら早速ダースドラゴン作っていく、このドラゴンとゴーレムで。これは捕まえた方のゴレムか?そうだな、作った方のゴレムが下かな?そうだね。よし。行くぜ、こっちもレベル高いんだ。よし。攻撃アップ2で、攻撃だけ上げときゃいいんじゃねえの?生き地獄。生き地獄いるとか。よし。しかも L サイズか。なるほどな。
いいね。あと死神の騎士、こいつも作っている。よし、ターミネーター、とりあえず攻撃アップ3、攻撃アップ2、まあターミネーターとかでいいか、適当に。いい赤だな。あとこのナイトリッチをつけたかったんだ。そうそうそう、ナイトリッチね。はいはいはい、よし、ナイトリッチ。こいつあれだよな、お菓子の甘味楼の支配者、支配者っつうか支配者じゃないか、あの、ま、守ってたやつな、ポップンロッド。まあ適当にこんな感じいくか。はい、でまた育ててきて、次が、あ、竜王出てきちゃったネタバレオツじゃなくて、このホワイトキングを作りたかったんだよな俺まあ竜王作ってもいいか、とりあえず。いや待って待って、とりあえずホワイトキングを先に作ろう。今期の主役はこっちです。嘆きの亡霊かけるタールキングでホワイトキングを作ります。どうしよっかな。とりあえず賢さアップ2、3を入れとくか。ステータス上げといてマジで損ないと思うんだよな。これから作るモンスターは、あいつ、最初に混ぜたさ、マッツオがさ、あれなんだよ、聖なる吹雪とか持ってるから、賢さアップとか。だから、もうとりあえずね、素材としてマジで扱っていいと思うんだよな。えぐ、こいつ。素材が強えんだが、賢さアップ。ついてるせいで普通に283なんだけど、初期捨て。いえ、はい、ホワイトキング作っていく。で次、このホワイトキングとナイトリッチとホワイトキング混ぜると、この下に日差し出てくるやつ、これがラストピース。だからちょっと待ってな、また育ってくるわいやこれ大変なの意外と。いや、なんなら、竜王も作っちゃう？竜王も作っちゃいますか？じゃあ、とりあえず。これは今回の本戦ではないけど。一応、その、裏で動かしときたいやつ、買ったやつなんだよな。ネタバレ落ちって感じ、マジで。まあ、作っちゃいますか。皇帝。普通に攻撃アップ4強すぎ、ワロタ。4、3入れて。このスキル自体は強いけどな。いや、攻撃系にした方がいいな、だったら。ターミネーターにしようぜ、じゃあ、オッケー。ターミネーター。はい。これ絶対いい。みんな見てこれ。配合とレベル上げ繰り返してたら、ライドがレベル100になっちまった。すま、みんな。いや、さすがにこいつ使っちゃまずいか。ラスボス。いやー。やりすぎたな。まあ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 。よし。そして、またさっき育ててきたナイトリッチとホワイトキングを合成する。ちょっとね、ネタバレ回避のためにこっちで配合していくわ。ホワイトキングとナイトリッチを混ぜて、ナイトキングを作っていきます。まず。これがマジでラストピース。なんだこれ。武芸100番。とりあえず、そんなことには目もくれず、賢さアップを入れていって、武芸100本入れとくか、適当に。かっこいいな、ナイトキング。よし。これでラストピース揃いました、ちなみに。はい。今からやるのは、この、ネンガル。ネンガル、パンドラボックス、ナイトキング、そしてタイムマスター。この4体を混ぜることであるモンスターを作っていきます。なんで一旦ナイトキングを育ててくる必要がある。てか、この2つ混ぜて、またこの2つ混ぜて、みたいなことになるか。先にネンガルとタイムマスター混ぜとくわ。で、これはネンガル作っていいんじゃないか。いや、タイムマスターの方がいいか。ステーヤスの伸び的にタイムマスターの方がいいか。賢さに振った方がいいもんな。聖なる吹雪。これはね、これの3つでいいと思う。マジで。もうバグっちゃった、初期捨てが。427になっちゃった。
で、あとこのナイトキング育てて、ナイトキングとパンドラボックス混ぜて、って感じやな。マジで、あとちょっとだ、待ってくれ。頼む、2体以上来てくれ。来ちゃった、4体。これ4体倒しきれるか？ちょっと待って。スライム叩き。頼む頼む。お前なんか、ブレイク持ってない？ちょ、戦うで、いいや。2体は倒せるでしょ、これ。ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス、3で倒した。しゃあないしゃあないしゃあない。しゃあないしゃあないしゃあない。倒しきれ。ナイス、これ勝った勝った勝った。やばいやばい。やばい！やばい！これ経験値いくつ？194万です、皆さん。ついに来た、4体倒すときが。ちょ、待って、これいくつまでいくの？ 69 までいっちゃった、1レベルから。やば。よし。最終局面来たぞ。検索配合したらネタバレになるから配合にして、でナイトリッチじゃ、ナイトキングとパンドラボックスかな。 OK、 この2つを混ぜます。ナイトキングかな、さすがに。待ってな、あれ、俺これ見間違いですか、これは。この数値、賢さ見てください、ナイトキングの。あれ、いつこんなになっちゃったの、君は。よし、とりあえず別に特技覚えなくていいから3つでいいんじゃない。よし、ラスト育ててくるわ、こいつ、ナイトキング。これでこのタイムマスターとナイトキングを合成すると、とんでもないモンスターが生まれます。待ってろよ、お前ら。よし、帰ってきたぞ、来たぞ、みんな。やっとできた。長かったな。行くぞ。絶対出てくるはず。見とけよ。左上な。左上。竜王じゃなくて、俺が作ったのは、オルゴデミーラなんだよね。オルゴデミーラ。すごくね？これ4体配合でできたんだ、やっと。いやー、疲れたぜ。マジで疲れた。いやー。S ランク。見て、この2人の賢さの高さ。本当にかしこちゃんなんだからさ、もう。オルゴディミーラ。いや、いらなくね？聖なる武器は確定で入れて、ちょ、待って、特性なんだっけ、こいつ。爆発ブレイクか。爆発って向こうだよな。闇の爆炎だもんな。うわぁ。混ぜてぇな。グランスペルにしたいな、いつか。とりあえず、聖なる吹雪、かしこさアップマックス。もう最初からマックスなの、やべえな。え、やばっ。賢さアップって400プラスなの？えぐいね。いやもうさ、いいんじゃない、聖なる吹雪だけでとりあえず。賢さアップ3入れちゃうね、もう。これでよくね、もう最強アタッカー作っちゃうない、賢さの。ははは。見てくれ、みんな、これ。これが初期能力だぞ。賢さだけ。おかしくなっちゃった。東大生だ、お前は。いやー、来たー、オルゴディミーラ。じゃあ、お前は東大生で行くか。ついでに見えちゃってたと思うけど、竜王も作っていきます。はい。この、左のね、あの人型の竜王プラスダースドラゴンで、これでできます。はい、来ました、来ました。で、どうしようかな。こっちも攻撃や、つって。もう攻撃の鬼作っちゃえばいいんじゃないの。ターミネーター、竜王のスキルが、まあ微妙だよね、正直。このスキルだから、攻撃アップ、これでいいや、これでいい、これでいい。こっちはまあ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 普通やね、ステータス。さっきのがちょっと化け物だ。はい、かっこいい。顔が全然見えない、この角度。よし、やりたかったことできたぞ。
よし、このメンツ育てて、ボス戦行くぜ。よし、マジでちょっと軽くだけね、レベル上げしてきた。28レベルぐらい。よし、このメンツ、この8体で、一旦ボス挑んでみるわ。いや、さすがに勝ちてえな、これは。バーストにならないことを祈ろう。ガチで。相手が。バーストガチで強いからな。よし、これが、神聖俺のパーティーだ。解くと受け止めるがいい。ランディオル大帝。攻撃サポートしてくれよ。いぐいね、ダメージが。いってぇ。まずい。痛い。攻撃なんだよね。アンカナクル。いいね。ベゴマーズナイス。はい、強い。いやでもこう見るとやっぱ竜王とかさ、オルゴデミーラがちっちゃいの嫌だね。いて。いやー、強えな、やっぱでも。でも回復間に合ってるから多分大丈夫なはず。強っ。こいつ、いやこいつ捨て強えんだよな。リーランクのくせによ。お前が一番強いかもしれん。闇の波動まずいか。あ、クラはない。やっぱ強えモンスターは L サイズの方がかっこいいな。強い、マジで。みんな400ダメージアベレージぐらいじゃない。強え。相手も強えんだよな、普通に。これ弱いから助かるんだよな、ガチで。おざましい雄たけび。こんな楽に倒せちゃっていいのか。強くなりすぎちまったな、さすがにな。よくぞこれほどまでの力をつけた。お前のような強き者がいるのならば、魔界の未来は安泰であろう。うわ、進化が解除された。後継者よ、お前の呪いを解いてやる。意外と素直に解いてくれるんだな。これで世を殺せる。新たなる魔界の王者よ、自らの手でとどめを刺せ。とどめ刺すんか。そっか、今までは手を出せなかったもんな。ようやくこの時が来たな。なぜ殺さぬ。魔族の王になるのならば親子の情など不要。さあその剣で世を切り捨てるのだ。それは俺が望む世界じゃないんだ。やっぱりお前は俺の一生の相棒だ。見ててくれ父さん、俺が新しい世界を作ってやるからな。今の生きる世界だ。強き者が尊ばれ、弱き者は死にゆくのみ。その世界は終わったんだよ。たとえ一時魔王が不在になったとしても、すぐに強き者が現れ、次の王に名乗りを上げる。世の役目は終えた。ここを去ろう。仲間になってくれよ。うわぁ、消えちゃうんか。我が魂は、死んじゃったのかな、今の。懐かしき者たちの元へ。おー。BGM ないんだ、ここ。てれれ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 ってってん。あれは、
なんだ？お、マスタードラゴンだ。かわいいな、ローザリーたち。あ、天空のとこに帰るのか。おーいや、育てすぎちゃったからなんかあっさり終わっちゃったな。これがイフのストーリーか。いや、本当はね、あれらしいよね。ドラクエの本編の方では、時の砂で戻らないで、あのままデスピスタローとして破滅の道を進むのが、本当のドラクエのストーリーなんだよな。いやー、俺はそのストーリーやってないから、詳しくは知らないけど、そう考えるとピサロは結構かわいそうだな。かわいい、ホイミンは。エンリュー三兄弟か、こいつら。仲良くやってんじゃん、このネズミたちと。おー、これドラケンのテーマになるんだ。お、お菓子のやつだ。すげえ、なんかメドレーみたいになってるね。ルーで、すごい、マジでメドレーになってる。出た、キングダム。うわー、どうね、これ。お、ロザリーキル帰ってきたのか。おー、魔族と人間の血を引きし者よ、よくぞランディオル大帝を打ち破った。少年だったお前が父を倒すと誓ってからどれほどの月日が流れたであろう。確かにな、すっかり大人っぽくなったもんな。あの時のお前は人間になることを拒み、魔族として生きる道を選んだ。今はどうだ、魔族と人間どちらとして生きる道を望むのか。その両方だ。そうであろうな。お前はそう言うと思っていた。なんつったんだろう。その姿のまま生きていくがいい。そうだよな。それが本当のお前なのだ。さらばだ、魔族であり人間でもあるものよ。いずれまた会う日があろう。あれ、でもさ、あの天使はどうなったんだ？今思い出したんだけど。なんか悪いことしようとしてた天使を倒してないけど、大丈夫なのか？コンティニューなの？ To be continue、 マジ？長い旅がようやく終わったな。しばらくはゆっくりしようぜ。まだありそうだな。またすぐに旅に出る？仲間のモンスターをもっと強くしたいってやれやれ、お前の旅には終わりってもんがねえな。分かったよ、俺もまだまだ魔法の素材を探すとするか。よし、じゃあ行くぞ。あちあちだぜ。あちあちだぜ。あ、ほら、まだ行き先あるぞ。ロザリーヒルまたなんかあるんだな。イシュカとかいう、なんかいたもんな、天使が。神を求めて。お、リュウノだ。叫ぶ声はなぜ生まれたかと憂うとぞ。また旅に出るのかい、兄さん。
や、会いに来たよ。どうしても伝えたいことがあってね。なんだ？兄さんは覚えてる？この世界に地獄の帝王エスタークが3体いたこと。そうだよね、3体でたね。あと1体あれか。僕はついに見つけたのさ。最後のエスターク、ビエンドゥーラを。ビエンドゥーラ。彼は眠りから覚め、聖霊樹の森へ向かった。聖霊樹の森ってどこだ？このままでは世界は再び火の海と化すだろう。兄さん、僕と一緒に彼を駆除しようよ。今度こそ一緒に手を組むのか。聖霊樹の森へはこれで行けるだろう。なんで今バックステップ踏んだの？ちょっと距離近すぎちゃった。おー！とは、虹のトラベライトやん、これ。おー。向こうで待ってる。まだ新しいとこあるんだ。きっと来てくれるね、兄さん。